やさん、あやにやと宝船でーす。今回は15万人来場すると言われている、はい、スペイン最大のアニメ漫画祭り、漫画バルセロナっていうイベントがあるんですよ、はい、そのイベントになんと日本の金沢からオンライン出演しました、はい、時代が進んだね。ズームで繋ぎますと。ズームで繋ぐと。どんな感じになるのかな、正直怖かったんですよ。怖い怖い。というわけで俺たちの盟友と言ってもいいでしょう、はい、大の仲良しの高藤右近さん、そして左近さんもゲストで出てくれました、はい、よいしょ。いいね。果たして現地ではどうだったのか見ていただけたら思います。見てみましょう。あやさん、あやとやと、ソモス宝船、バモース。って言ってもさ、はい、ちゃんと見えないからさ、盛り上がってんのかなとか思いながら怖かったんだけど、終わった後に会場の雰囲気見せてもらったら、みんなで踊ろうっていうコーナーあったじゃん。あれめちゃくちゃ踊ってた。めちゃめちゃ踊ってたよ。よし。場所が金沢の高藤右近さんの稽古場で撮らせていただいたんですよ、はい、右近庵っていうさ、右近さんの稽古場がマジで装飾とかお庭の景色とかすごかった。やばい。庭ですよ。ライトアップしてくれて、この縁側で踊るといいと思うんですよっていう。めちゃくちゃ映えてて、でね、ここで言っておきたいのが、共演した右近左近さんがすごかった。ガチですごかった。ガチですごい。歌舞伎とかがお好きな方だったら有名だと思うんですけど、連獅子っていうね、幻の演目があるんですよ。歌舞伎の世界でも日本舞踊の世界でも、この連獅子っていう演目を出すときはただごとじゃないっていうものなわけですよ。ここぞっていうところしか出さないんだ。そうなんだ。右近さん、左近さんっていうのは僕らとしても結構親和性が高いのは、うん、左近さんは右近さんの実の弟さんなんですよ、うん、兄弟なんですよ。だから僕らも兄弟でやってるとか、伝統芸能を兄弟でやってるっていうところの難しさとかも分かるわけよ、僕らからすると、うん、その上で演じしを見たときに目の前で見ると迫力がすごくて、マジで感動した。しかもさ、
れじゃん、あの舞台がさ、みんなが普通に縁側として使ってたところが、はい、その説明お願いします。それだよ。ここでこのウコンさん、サコンさんがあのレンジショーやるのがなぜすごいかっていうと、あの2人が子供の頃にデビューした時の舞台と同じ板を縁側に使ってる。そう、もともとあそこにあった木じゃなくて、初舞台を踏んだ床の板をもらってきて、その板を貼ってるってことなんですね。だからあの板は本当に初舞台なんですよ。ウコンさんってすっげえ普段さ、フランクで優しくてさ、緊張させない方じゃないですか。めちゃくちゃ僕ら仲良しなんですけど、ひとたびちゃんと白塗りをして衣装着た瞬間に怖かった。ちょっと迫力がありすぎて、俺ちょっとさ、さすがに自分が穴掘って入りたいと思ったことがあってさ、質疑応答という時間があってさ、バルセロナの人たちがね、阿波踊り日本舞踊はどのぐらいで踊れるようになりますかっていうふうにしたらさ、まず俺からと思ってさ、阿波踊りはですね、とても簡単な踊りで、まあすぐに踊れますし、大体1年ぐらいだったら本番にもできますよとかっていうふうに、ラフに。それでは高藤右近さんお願いしますたら、日本舞踊というものは20年、30年、いやこれからまだまだ踊れるようになるには90年、100年とかかります。踊れるようになるということはないのですね。すいませんでした。私たちも30年ぐらいさせていただいておりますけども、まだまだ未熟なのでございますので。すいません。すいませんでした。あれよかったよ。あれはすごいと思う。あれよかった。ごめんなさいと。言っちゃったけど、本当はそっちだと思って。阿波踊りね、もう来年からでも一緒に踊りましょうの感じで、恥ずかしくでしょ。あれは30年未だ山の麓。次は本当に現地に行きたい。本当に行きたい。本当に行きたい。マジでそれ。バルセロナの領事館の方行くので、絶対にオファーください。絶対にくださいよ。お願いします。はい、やりましょう。ありがとう。